皆さん、本当に申し訳ございませんでした。はい。この発端はですね、えー、昨日、えー、6月の5日、私が YouTube にアップした、えー、とミスドの商品交換のクレームを入れると、ミスドアドバンスに対して入れるという動画にの内容につきましてです、まあ。メールやコメントなどで、えー、とー非常に多くの 批判意見をいただいていて、えー、と私自身これは本当にちょっとやっぱり投稿者としては上げるべきでなかった動画かもしれないなと深く反省しております本当に申し訳ございませんでしたはい、まあ、動画の内容の方なんですけれども少し簡単に説明いたしますとえー、まあレビューしようと思って買った商品 間違って2個入っていたんですね。はい。これにつきましては、こ、ま、れ、あ、間違いありません。それに関しまして、ちょっと、まあ、ミスタードーナツにちょっと、直接電話を入れて、えっ、ー、と、帰ってもらうように、えっ、ー、と、お願いをして、その動画の、その様子の、ま、一部始終をちょっと動画に収めて、うぶしたという、私の言動が、えー、きっかけでちょっと、少し、反響を読んでしまったようです。本当に申し訳ございませんでした。深くお詫び申し上げます。 本当に失礼でした。<laughs> だって、だってこんな戦えると思わんかっても。いや、違うんすよ、俺。いや、普通にこの動画上げて、ミスター動画やったら効果の上がるやろなと思って、普通に、何悪い気もなく、アップしただけなんですよ、別に俺。あー だってそうじゃないですか、だって。この動画見て、ね、コメントでなんかわわ言ってるやついますけど、この動画見て、いたずらしてやろうなんて思える人間がどこにいるんですかね教えてくださいよ。ね、書いてるあなたは、もしかして、いたずらしてやろうと思ったんですかよ、としたら。ね、僕が間違ってもそんな風に思えませんでしょよ、だって。こんなもう、みかかった対応、丁寧に対応してくださって、もう二度とミスタードーナツの頭が上がらなくなりました、私は。 本当です。はい。<laughs> 本当ですみません。あの、ちょっと、じゃあちょっとどうしても納得できないことであるんで言わせてもらいますけど、あのー、そのなんか、お店の人がそのー、忙しいとかっての関係ないと思うんですよ。だって、あのー、僕のあの、ファミレスとか、 スーパーとかで、まあ、接客のバイト、長くやってましたけども、まあ、いじめられて辞めたんですけど、<laughs> ファミレスの方はね、あの、いじめられて辞めたっていう結末だったんですけど、やっぱり、まあ、お客様神様である、と、で、お客様の要望に対して、しっかりクレーム処理していくっていうのも、仕事の仕事。その仕事をやって、初めてやっぱりお金がもらえるっていう、 それがもう飲食業だと思っていますし、私はやっぱ消費者として客としてやっぱり正当な意見を主張したものだと思っています。ただやっぱりそれを動画にしてアップして、まあ何より、あのー、まあおじさんが、店員の方が帰った後にやっぱ、大勝利とか言っちゃったのが本当によくなかったのかなと。<laughs> ちょっとあれは本当に申し訳ございませんでした。<laughs> まあ何よりやっぱりこの動画を見て、その、なんか、 全悪っていう問題じゃなくて、やっぱ不快になった人がいるかどうかで、やっぱ不快に思った方が、どうでもいらっしゃるんましたら、もう僕はもう、YouTube を去るべきかなと、思います。はい。ということで、もう僕は、YouTube、まあもう引退かなと。<laughs> すいませんでした。いや、でも <laughs>、 ちょっともう一個はけめましてもらっていいですか <laughs> いやだってこのおかげって別にミスタードーナツに不利益なことなんもなくないっすかだって。ミスドには、ね、ミスドの好感度は上がって、ね、仮にこれでいたずら、ま、いたずらなんてするやついないと思うけど、仮にこれでいたずらするやつがいたとしても、それでね、売り上げもちょっと上がるっていうか、別にそれがいいことだと思いませんけど、 ま、最終的にやっぱり、僕だけがやっぱりもう嫌なイメージを、印象を、ま、こむって、もう僕だけが被害者になるっていうんだったら別にもうそれはもう、僕の本望なんで、もう視聴者の皆さんにもうなんて言われようともう全て受け止める所存です。はい。本当にすいませんでした。はい。うん、いやでも、いやなんかこう、 なんか、と思ってなかったんで。正直昨日、もう、めちゃめちゃ焦って <laughs>、一個一個に返信とかして、動画のタイトルとかも変えたりしたんですけど、いやでもなんか、いやなんかでも違うじゃないですかって。いやもうどうしても許せないのがこの、 クレーム言うなとか、そのお昼時だからとかって関係ないと思うんですよ。だって。お昼時だろうが、そのやっぱお客さんのクレームに対応するのも仕事だと思いますし、仮にその忙しいから忙しい時にクレーム入れてお店が回らなくなったとしたらそれはもう経営の仕方が悪い、だと思うんで、ちょっと、それだけどうしても言いたかったんですけど、ちょっとそれを、それを除けばもう本当に僕はもう今回やっぱり、もう、 去るべきかなと、去るべきような、去るべき、あのー、行動を取ってしまって、皆さんのを失望させてしまったんで、本当に謝罪いたします。申し訳ございませんでした。はい。あ。はい、すいませんでした、本当に。ちょっともう、ちょっと本当にこんなに、自分っとも謝るんで、許してく,ください。 はい <laughs> <laughs> それでした以上です。